皆さんこんにちは。始まりました NBA 選手名鑑。今回特集するのはレブロン・ジェームズです。バスケ界でキングと呼ばれるナンバーワンプレイヤーですが、今回はそんな彼のあまり知られていない事実トップ10を解説したいと思います。1つ目、レブロン・ジェームズは1984年12月30日アメリカ合衆国オハイオ州アクロンに生まれました。幼い頃は母子家庭で育ちました。幼い頃は低所得者用のアパートの家賃さえ払えず、何度か追い出され住むところを転々としていました。レブロンの住んでいた低所得者用アパートの近くには橋があり、そこから飛び降り自殺する人もたくさんおり、朝起きると橋の下に自殺者がいるのは珍しくなかったとのこと。彼の住んでいたアクロン市は路上には黒人が座り込み、ホームレスや失業者が多く、車も止めることなく走り続けなくてはならないほど治安的には決していいとは言えない環境でした。そんな中でも彼はバスケットとアメリカンフットボールに熱中し、そのうちバスケットのコーチの家に居候するようになりました。新しい環境でさらにバスケットの腕を磨いたレブロンは、アマチュアアスレチックユニオンの大会で頭角を現すようになります。2つ目、高校はセント・ヴィンセント・セント・メアリー高校でプレーします。レブロンは1年目からエースとなり、20得点 6.2 リバウンドの成績でチームを牽引、27戦全勝で州の第3部チャンピオンに上り詰めました。2年目には 25.2 得点 7.2 リバウンド 5.8 アシストとさらに成績を伸ばし、レブロンの評判はすぐに広まり、高校はこのシーズンの開幕戦をアクロン大学のアリーナで開催し、観客5000人を集め、さらに連覇がかかった州タイトルの決勝戦では1万7000人が集まり、レブロンのチームは優勝を果たしました。またレブロンは州史上2人目となる2年生でのオハイオ州ミスターバスケットボールに選ばれ、また USA Today 氏選出のオール USA ファーストチームにも名を連ねます。すでに全国区となっていたレブロンは NBA のスカウト陣の注目も集め、 NBA のワークアウトにも招かれました。アメリカンフットボールのワイドレシーバーとしても優秀だったレブロンは、このシーズンに州のオールファーストチームにも選ばれていましたが、怪我をしてしまいバスケット1本に絞るようになります。3年目のシーズン、レブロンは 29.7 得点 8.3 リバウンド 5.7 アシストの成績でゲータレード選出の年間最優秀選手に選ばれました。また高校生としてはケビン・ガーネット以来となるスラムマガジンの表紙を飾ります。他にもスポーツ・イラストレイテッド、ESPN マガジンなどでも表紙を飾り、全米から大きな注目を集め、4年目のシーズン、レブロンは 31.6 得点 9.6 リバウンド 4.6 アシストの成績で3年連続のミスターバスケットボール、オール USA ファーストチーム、2年連続のゲータレード年間最優秀選手に選ばれ、高校オールスターゲームであるマクドナルドオールアメリカンゲームでは MVP を受賞しました。全米にテレビ中継された試合は高視聴率を収め、また州タイトル決勝戦では18,454人の観客を集めました。チームは40-36で勝利を収め、1年ぶりに州チャンピオンに返り咲きました。このシーズン中、レブロンの誕生日のために母親が高級車ハマー H2 を送ったことをオハイオ高校体育協会が問題視し、レブロンは2試合の出場停止処分を受けています。大学には進学せず、 NBA ドラフトにアーリーエントリーしました。在学中にナイキと7年間で総額9000万ドルという契約を結びました。3つ目、レブロンは18歳という若さでグリーンキャバリアーズに全体1位で指名されます。2003年、2004年のルーキーイヤーで 20.9 得点、5.9 アシスト、5.5 リバウンドの成績を残し、オスカー・ロバートソン、マイケル・ジョーダンに続いて史上3人目の快挙でした。その年、彼は新人王にも輝きました。2004年、2005年シーズンはアウトサイドシュートを向上させ、史上最年少のトリプルダブルを達成します。そして史上最年少50得点を達成。その年彼は NBA オールスターゲームにも初選出されます。シーズン成績は 27.2 得点 7.2 アシスト 7.4 リバウンドと NBA 史上5人目の27得点以上7アシスト7リバウンドとなりました。
2005年2006年シーズンは最年少で NBA オールスター MVP に選ばれました。チームも50勝32敗と8年ぶりのプレーオフに進出。2007年2008年にはレブロン・ジェームスは史上最年少で通算1万得点を達成します。その年は50得点10アシスト以上を記録、また2回目のオールスター MVP に輝き、このシーズンの成績は 30.0 得点 7.9 リバウンド 7.2 アシストと MVP 級の数字を残し、自身初のリーグ得点王に輝きました。2008年、2009年はチームをカンファレンス1位に導き、初のシーズン MVP を獲得しました。2009年、2010年シーズンは再びチームをカンファレンス1位に導き、2シーズン連続でシーズン MVP を達成しました。マイアミヒートに移籍。移籍後もドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュらとチームメイトとなり、ビッグスリーを結成。レブロンはこの年も着実な成績を残しますが、優勝は果たせませんでした。2011年、2012年シーズンは 27.1 得点、7.9 リバウンド、6.2 アシスト、フィールドゴール成功率 53.1% を記録し、シーズン MVP を獲得。フィールドゴール成功率 53.1% を記録し、シーズン MVP を獲得。ファイナルにも進出し、得点王ケビン・デュラント率いるオクラホマシティ・サンダーに、ファイナル平均 28.6 得点、10.2 リバウンド、7.4 アシストと攻守にわたって活躍し、優勝を果たします。ファイナル MVP も獲得し、シーズン MVP、ファイナル MVP を同シーズンで獲得した史上歴代10人目の選手にもなりました。2012年、2013年シーズンも4度目のシーズン MVP を獲得。チームは2連覇を果たし、レブロンは2回連続のシーズン MVP、ファイナル MVP を獲得するというマイケル・ジョーダンに次ぐ2人目の偉業を成し遂げました。2013年、2014年は500試合連続の2桁得点を達成。その年チームは惜しくも3連覇は逃しました。2014年に彼は再びクリーブランド・キャバリアーズに復帰しました。史上最年少で2万5000得点を記録。ファイナルにもチームを導き、1勝3敗から史上初の逆転優勝を果たし、3度目の MVP を獲得します。得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックで両チームトップを記録したファイナル史上初の記録を樹立しました。2018年には史上7人目の通算3万得点を達成しました。33歳24日での達成はレブロンと同じく高卒ルーキーとして NBA 入りしたコービー・ブライアントの34歳104日を抜き、史上最年少での記録達成となります。また史上初の通算3万得点、8000リバウンド、8000アシスト以上を達成。この年連続2桁得点試合記録を867試合としました。これによりマイケル・ジョーダンの記録を抜き、歴代最多を記録します。2018年にはロサンゼルス・レイカーズに移籍。自己最長となる17試合連続欠場をしたものの、2019年2月には史上5人目となる3万2000得点に到達し、3月6日には通算得点数がマイケル・ジョーダンを抜いて歴代4位に浮上しました。4つ目、レブロン・ジェームスは体のケアのために年間7桁1億円以上もの金額を費やしています。朝は大抵5時に起きてエクササイズをします。これをシーズン中は週7日、オフシーズンでも週5日はやります。日課にはステップ台やバイクのエクササイズ、ピラティスや各種のウェイトトレーニングがあり、液体窒素で冷やした容器にも入ります。レブロンはトレーニングに年間100万ドル以上を投じ、海軍特殊部隊出身という生態力学の専門家を雇って休暇にも帯同させています。何年も前から背中に痛みを抱えています。それでも彼は毎年コートに戻ってきて肉体をさらに痛めつけています。5つ目、レブロン・ジェームスは食生活にもこだわっています。あまり食事を取らないと言っていますが、状況によって何を食べるかしっかり選んでいます。競争が必要な時は鶏の胸肉とパスタ、炭水化物はプレー時間が長い時は大変重要になってくるとのこと。サラダや野菜は気分がとても上がるので、メンタルをすっきりさせる時に食べます。試合前はプロテインシェイクとフルーツを食べて準備します。
大きいピザやサンドイッチ、フライドポテトは試合前には食べないようにしているとのことです。しかしこのように気を使っていますが、好きなシリアルはフルーティーペブルス、時々朝食に食べているとのこと。6つ目、レブロン・ジェームスは公立の小学校を作っています。彼の出身地オハイオ州アクロン市に設立されました。低所得者層であったり、ドラッグやギャング行為など犯罪が身近にあったりして、学校生活にリスクのある生徒を対象にしています。2018年時点では3、4年生約240人が入学、数年かけて1年生から8年生までの小学校になる予定です。この小学校は他の学校と違い、授業料は無料、制服も無料、生徒全員に自転車とヘルメット支給、学校から3キロ以内の生徒は交通費無料、朝食、昼食、おやつが出る、家族に家庭で使う食料品を支給、両親の高校卒業認定試験と就職を支援、卒業生全員にアクロン大学での授業料を負担。北米の学校は基本的に7、8月と夏休みが2ヶ月。暇を持て余した子供が道を踏み外す機会も多いことから、この学校は長期休みも変則的。また同じ理由で学校が終わるのは毎日5時となっています。階段を上ったところの黒いボードには、僕は精一杯頑張る、絶対に諦めたりしない、ベストを尽くすなどの標語が並んでおり、生徒のやる気を上げる作りにしています。レブロンは小さい頃に自転車が大好きでした。自転車は様々なところに行け、人生の安らぎを提供してくれたといいます。そこから自転車を学校で提供しています。7つ目、レブロン・ジェームスは俳優としても活躍しています。ハリウッドのマーベル映画ブラックパンサーで興行的批評的な大成功を収めたライアン・クーグラー監督が次回作を発表したのが、レブロン・ジェームスとアニメーションを融合させたスペースジャム2でした。彼はまたスモールフットの声優やエイミー・エイミー・エイミーこじらせシングルライフの抜け出し方に出演したり、モア・ダン・ゲームの制作指揮そして出演を果たしています。それらの映画のために作ったプロダクション会社スプリングヒルは、レブロンが幼少期から貧困ゆえ何度も引っ越しを経験した後に、ようやく母親と腰を据えて居を構えることができた住宅団地が由来です。今やハリウッドにオフィスを構え、大手全米ネットワーク局やケーブルテレビ局と数多くのテレビ番組や映画を制作。カーターが CEO としてハリウッドの重鎮たちとプロジェクトを切り盛りしています。8つ目、レブロン・ジェームスはファンに対してもサービス精神が旺盛です。リプレイ判定で試合が一時ストップしたため、スコアラーズテーブルで待機していたレブロン、そこへファンの子供たちが握手を求めて次々と集まってきました。するとレブロンは一人のファンのスマートフォンを取り上げ、客席を背景に自分撮りで記念撮影を始めたこともあります。また背番号23のユニフォームを着たファンの少女を自分のチームのベンチに招待するサプライズもしました。違う日にはレブロンは試合で使用していたシューズを脱ぐと、それを敵チームのグリズリーズで働くスタッフにプレゼントしました。突然のプレゼントに歓喜を余ったスタッフが涙を流しているのが確認できました。レブロンが所属しているレイカーズの選手やベンチ周辺のファンもそれに対して温かい拍手を送りました。彼女はここで働くボールガールだ。毎年遠征に来るたびに彼女がいつも自分モデルのシューズを履いているのを気づいていた。これまで一度も声をかけたことがなかったんだけど、今日初めて声をかけたら、彼女は私はいつもチームレブロンですと答えてくれた。だから彼女にシューズをプレゼントすることにしたんだ。また突然客席に飛び込みファンに握手を求めるなど、彼は様々なサプライズでファンを楽しませます。9つ目、レブロン・ジェームスは様々なビジネスを手掛けています。レブロンを使ったマーケティングビジネスをしている企業は、コカ・コーラ、アッパーデック、キア自動車、ステートファーム、インテル、ダンキンドーナツがあります。また投資業としてはキャノンデール。レブロンが最初に行った投資事業で、レブロンのフィナンシャルアドバイザーで数々の投資を手助けしているポール・ワクターが仲介して投資。ブレイズピッツァ、
全米に400店舗以上を持ち、海外へも出店を加速させているファーストフードピザチェーンレストランにも出資。ビーツバイドレー、ラッパーのドクター・ドレーがプロデュースする高級ヘッドフォンメーカー。2008年にレブロンがビーツバイドレーをプロモートする代わりに数パーセントのエクイティをバーターで取得。2008年北京五輪でレブロンが US ドリームチーム全員にこのヘッドフォンを配り、バス乗車中や試合前に着用させ、それが全米テレビで中継され、それまで全く認知のなかったビーツは一気にブレイク。 IOC に一銭も払わず五輪を最大限活用し、商品の認知を拡大させたこのマーケティング手法は多くの業界関係者をうならせました。フェンウェイスポーツグループ、これもポール・ワクターが仕掛けた投資案件で、レッドソックスやリバプール FC、ナスカーチーム、リージョナル放送局を傘下に持つ FSG との投資事業です。彼は共同経営もしており、LMRM マーケティング、選手のための選手によるスポーツデジタルメディアネットワーク、アニンタラプテッド、先ほど言ったメディア会社のスプリングヒルなども彼は共同経営しています。ラダー、サプリメント・プロテイン製品のオンラインサブスクリプション会社でシュワルツェネッガーと立ち上げたビジネスです。またナイキとレブロン・ジェームスは生涯契約を結んでいます。 I want to build something、 自分で何かを築くことが一番大事と彼は語っています。10個目、レブロン・ジェームズはチャリティー活動を目的としたレブロン・ジェームズ・ファミリー財団を作り、チャリティー活動を行っています。地元アクロンに小学校を建設したのはもちろん、過去には自転車を400名の子供たちに無料で提供、また様々な小学校でもチャリティーイベントを行っており、学習を支援しています。レブロン・ジェームズ・ファミリー財団は支援する生徒たちの学習進捗状況を追跡するソフトウェアが欲しいと考え、そこで JP モルガン・チェイスというソフトウェア開発会社の助けを借り、ソフトウェアの開発にも乗り出していました。バスケだけでなく、さまざまな方面で活躍されていることがお分かりいただけたかと思います。今後彼が世界にどんな影響を与えていくのか楽しみですね。ではご視聴ありがとうございました。